まず、誰かクリア者が出た瞬間にこの企画は一旦終了で、そこから先はおのおのでみんなで配信してもらうと、うん、で、それとは別に、まあ、1時間に1回生存確認します。さすがにちょっとねワンチャンねこう失神だの気絶だのする人いるかもしれない。危ないからね、コラゲなんでね、うん、危ないんで、まあ、1時間に1回はディスコードの方でね、で先に優勝者が出た場合ゴールしたっつってエンディング流れた時はもううわー怖かったクリアしましたともう勝手に喋って大丈夫なんで、はい、はい、でそれ以降は生存確認なしでおのおの自分の枠で他の人のミラー配信したりとか、うんうんうん、まあ普通に配信終わってもいいですし、まあ自由にやっちゃってくださいっていう感じで、それでは始めていきたいと思います。あアルジャンホラゲ並走配信パラソーシャルスタートです。おおなんだミュートしてるか。さあやっていきましょう。みんなのおやつ閉じるか。アラームが鳴ってます。はい、19時半起床ですね。今日の僕じゃん。ちょっと待って、もうすでにバレてんだけど、今日僕何びっくりした、昼まで起きてその後夜寝てって感じだったわ。アスカ、作った肉じゃが冷蔵庫に入ってるから温めて食べてね。はーい。アスカが作った肉じゃがを食べる。だいぶシンプルな家だね。ん？あれ？ちょっと待って。これもしかしてさ、前回の夜間勤務の家の使い回しじゃない？ほら、間取りが全く同じなんだけど。いや、もしかしたら同じ家に住んでるのかもしれませんね。同じ家というかマンション。ここにね、子供の部屋があったからね。チラ、ニナ。あたすい？あたし VTuber やってんの？配信する前に必ず行うこと。バーチャルミーを使う。ゲームを準備する。配信を起動する。これを起動すればいいのかな？あ、私だ！で？やっぱり何度見ても私のキャラ可愛い！お金出した甲斐あったな。チラニナって名前も気に入ってるし、今日も配信頑張ろう。目指せ、登録者1万人！あ、まだ始めたてなんだね、じゃあ。ゲーム。ゲームなんだろう？このゲーム、セーブないんだよね。ファミコンじゃん。ほんと無理。なんでそんなゲームやんだよ、じゃあ。あと紙を2枚持っていくところです。ニーナ大好き。でもね、名前をね、推しの名前にしてるとね、その推しがエゴサするときにね、名前引っかかってミュートされることあるから、しない方がいいよ。さあ。あ、やばいやばいやばい。あ、なに？あー、赤バットがいる！あ、死んだ。あー。やられちゃった。また最初からとか。やっぱり、セーブないの鬼畜すぎる。ガチで鬼畜じゃん。コンボイの謎並みに鬼畜じゃん。このゲーム私には向いていないので、他に何かおすすめありますか。おい、赤マントから逃げるな。赤マントから逃げるな。やれ最後まで。よかったらこれやってみて。なんだろう、なんでこの配信さリンク貼れんの。普通コメント貼れないのにな。 URL ありがとうございます。まあ、許可してんだろうな。見てみるね。チラニナ様だけのホラゲ。すげえ、作ったんだ。オリジナルゲームだ。赤が5、青が7、黄色3、緑が4。オッケー。出れる。椅子、ふすま。ああ。続きは、次回の配信でお楽しみです。クリアした。なこれ、急にコメント、急にコメント加速してんだけど。ちょっと、早い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 。怖い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 。大丈夫か？なにこれ。見に来た。私は好きだよ。美人ですね。可愛い。もっと顔出してこう。顔いいじゃん。怖っ。なにこの配信に関係なさすぎるコメント欄は。まあまあ怖かった。これ続きあるんだよね。ん？何？顔って？ああ！これはまずいです！いやなんでだろう、わかんないけど変な汗出てきた。なんでみんなねえ、なんで僕こんな変な汗出てるの今。すごい手汗、なんか今までのホラゲで一番怖いかもしれないこのゲーム。怖い。なに送ったゲームを配信し続けろ。出ないと悪いことが起こるよ。
怖っ。ブロック、おいハッカーやんけ。慣れたものよ。もう今日も昨日のゲームの続きやっていくよ。あ、今回コンビニだ。昨日と同じようなゲームみたい。これさ、あれじゃん、夜勤事件のコンビニじゃない？え、昨日のお風呂はゆっくりできたかな？怖っ！やだー。え、怖いんだけど。やば、悪質すぎるでしょ、コメント。でもさ、重い、なんかさ、それっぽいコメントすればさ、普通にいけそうだよね。あ、僕の話なんて誰も聞いてくれない。僕はただ伝えたいだけなのに。怖っ。テレビが勝手についた。調子が悪いのかな。私の家呪われてるのかも。なんてね。へえ。何階建て？ 9 階建てか。ん？でも8階とか押してた。でもボタン。ああ！何？あ、びっくりした。あ、これで、うわ、何？出てきた。もう早く家入った方がいいな、逆に。フェイント、実はこっちでーす。いや、ダメだな。うわー、どうしよう。追われてる。怖っ。え、怖い。あいつに家バレた、どうしよう。アスカ、待って、アスカの身が危ない。助けに行かなきゃ。どうすればいいんだろう。あ、びっくりした。え、何？どっち今。ああ、びっくりした。あ、アラームだった。びっくりした。お疲れ様。ああ、さあ皆さんね、死ねえマジで。おい、殺すぞマジで。よくないよ。おい、マジで最低。もうマジで。待ってください。おい、 NPC が喋ったんか。膝ぶつけたわ。マジでちょうどいいところだったから本当に今。ちょっと今待って、アスカからメッセージ来てんのこっち。ビビった。今ちょうどいいタイミングなのよ、マジで。よかった。でも今まだ青の髪と赤の髪今探したとこなんだから。絶対嘘やないかよ。進んでなさすぎだろ。じゃあ配信するか。今日も昨日のゲームの続きやっていくよ。今日はどんなゲームかな。え、これさ、うちの近くじゃない？ほら、ねえねえ、配信中に話しかけて悪いけど、ちょっといい？冷蔵庫に食べるもの何も入ってなかったから、コンビニでなんか買ってくるよ。え、いてほしい。大丈夫だよ。コンビニ近いし、すぐだよ、すぐ。でも、配信中にパパッと行ってくるから、じゃあ行ってくるね。で、なんで配信中に話しかけてたんだ、こいつ。え、大丈夫か、これ。家の前だぞ。え、どういうこと？嘘。ちょっと待って。ここって、ニーナ大好き。どうしたの？はっちゃんで CV が再生される。つまりそういうことだよね。え、もしかして、この先にいるのって。え、どういうこと？ああ、今日は気分が悪いのでもうやめます。みんなごめんね。怖っ。アスカに連絡したいのに S ボタンが聞か、あ、来た。なにこれ。頼む、反応した。よしよし、動けよ。動いた。アスカ、なんで何もないとこ見てんの？え？アスカのスマホの音？え？ベランダから聞こえたような。は？
どういうこと？なんだ？あ、アスカ！え？ニーナ、ここはどこなの？隣の部屋、ベランダが開いてて。でもよかった、ニーナが無事で。とりあえず、私のことはいいから、今すぐ警察に行って。こんなところにいたら危ない。あいつに捕まえる前に早く。急いで。シフト走る。走るに、にな、走れ。あ、あ、来てる。びっくりした。あら、どうされたんですか？そんなに急いで。こんな夜中に女の子の一人歩きは良くないですよ。部屋に帰りましょう、ね。無視するか話すか。うわ、どっち？これどっち？話そう。ちょっと待って、ね！S が効かない！もうやむし。ニーナ様？うるせえ。いいぞ。あ、何？誰？あの、何かあったんですか？一人で出歩くの危ないですよ。何かあったのか聞きますよ。逃げる。ちょっと待ちなさい。なんで？は？何してん？え？今月16日、SNS などで活躍する女性配信者の近くに見知らぬ男が入り込んだ事件で、え？全員的？今日主犯格の男など男女4人が逮捕されたことが警察への取材で明らかになりました。ああ、なんだ？イエーイ、グッドエンド。やったー。おい、お前ら今ゲームやってるんか？なんて言って入ろうかな。エコーつけて入ろう。エコーつけて。終わりましたーって。じゃあ行きますか皆さん。うわ、この瞬間が一番楽しみだぜ。終わりました。おいおい、もうやめて。おいおい、え、何？もう終わった報告いらねえんだよ。いらないと思ったよ。びっくりした今。びっくりですよ。お前タイミング良すぎんねん。あ、本当あるわけない。恐ろしいところだったぞ。ちなみに俺の。もうどうしたらいいか分かんないって積んでる。すいませんすいません。じゃあちょっと配信なんかその2とか言ってね、皆さん見守ってるんで。頑張ってください。その阿部に俺 LINE 送ったんだよ。今あなたの後ろにいるのって怖いとか。最悪だ。最悪だ。なんても送ってんすか。本当だ。あ、瀬戸に電話かけよう。出た瞬間気にな。あ、いいね。もしもし。いいよ、乗せて。何ですか？今、あなたの後ろにいるの？うるせえ。なん？よし。あ、ここなのか。超おせんで。細っ。いいなぁ、楽しいなぁ、このシーン。おもろいよな。くそおもろい。お、逃げれそう。やばい。急にここで走るな。うわぁ、早く早く。はぁ、終わりました。お前、マジで逃げでしょうね、お前。マジで逃げでしょうね、お前。しかも最悪だ。あとは皆さん頑張ってください。じゃあ、終わった人は配信中その2でお会いしましょうね。一番びっくりしたわ。お前ライブズよいしょ。終わりましたね。高みのキムチといきましょうや。ねえ、楽しかったですねこれね。いやいいね。いや、これマジ人の人見るのクソおもろいな。やめましょう。みんなやめよう、やめよう言ってる。絶対ダメだからこれ。振りじゃないからね。マジ振りじゃない。本当にな。いけんじゃない？いけそうだけど。今頑張れ。
頑張れ。おい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 お
マジかよ。ねえ、いい声だな。一回話そうってさ。書店。あれおばさんがあれやってんの、インカムか。そう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 。ああ。なんなのか分かんなかったけど、今気づいたわ。あの、何かあったんですか。一人で歩くのは危ないですよ。何かあったのか聞きますよ。いやだって、だってさ、今ここまでずっとさダメじゃったじゃん。でもさ、これあれかもしれない、これずっと引っ掛けて引っ掛けて、本当は警察に頼るべきだったのに疑心暗鬼になりすぎて失敗するパターンかも。ここはやっぱり警察じゃし。あーあ人が良すぎます。そこにたまたまいるのおかしいかもしれない。ほら一回相談してるからさ、あの警備するって言ってたし、それでここの辺巡回してたのかも。全部無か。警察。素晴らしい。さすがです。素晴らしすぎる。すごいな。上手だね。プロだよプロ。もう走れないからね今。押してない。これ本当に流されないから。コスプレ押してるんじゃない。うわー、押してる押してる。始まった。なんか突然始まった。逃げろ。
すごいなぁ。すぎるよそれは。嘘でしょ。さすがだねー。おもろすぎるよ。交番に行かない。そんなことあるね。すごいな。やっぱりもう一羽ありましたね。いや、ちょっと予想できなかった、そこは。やっぱま、まだまだだ。全員の予想、全員の予想超えてきました今。ゲームとしてはないですけどね。もうお笑いとしては100点ですよ。素晴らしい。カリ本番じゃあノートだった。すごい。早くなってる。早くなってる。うまくなってんの。新喜劇のやり方ですね。アベレージ怖っ。アベレージ大好きさん、わざわざ名前変えたの？いつも見守ってるからということで、705、これなんだ、怖っ。なおこ俺は、スパちゃんいただきましてありがとうございます。怖いわー。こんな思いだったんだろうね。あ、部屋の番号だ、705号室。助けて。